時もなるべく空気が入らない。空気が粉の粒々の間に空気が入るとここの温度帯になってしまうので、ほどいてあげたいんで、なるべくそれにちょっと気遣って。間違ってないか、配合が間違ってないかチェックするっていうことです。でこれで向こうの部屋に持っていきます。はい、どっちかがフラットになってるとバターが沈むことなくそうになるんで、なるべくどっちかだけでもそう、ここの凸凹がないような状態作って、でこっちからローラーとスパイはこっちがちょっと分厚くてちょっと薄くなってる台形のような形ですね、うんうんうん、若干ですけど、うんうん、ローラー通した時に真四角になるっていう。へえ、おお、なるほどなるほど。はい、これを食べて、たまに業者が劣化したものを持ってきてるかどうかのチェックです。なるほど。こういうのを欠かさずやってると、そのブレなくいろんなことができるようになるので。うちはもうシートバター使わず、バター叩いて、叩いてる。そうなんです。でここが他の店と違うところで、これがあったかいところでもできる環境でも作れるようになったきっかけなんですけど、生地の砂糖を減らして、ここでそのコクがなくなるんで、ここでやってしまえばイーストが生地で反応しなくてっていうことで、あったかいところでは反応が弱くなるんですね、生地自体の。でここで甘さのコクを出して、味としてのバランスはここで取ってる。したら綺麗に行き届くという。で端から端まで入れていくという作業ですね。このバターを触ってる感覚になってないと端から端まで入らないんで、いつもこう確かめながら手で、でここを最小限にしてこう包んでいく作業です。このダブ付きが、あんまりかぶせすぎたり伸ばしすぎた場合に、ダブついた部分が後で2回目のところにギュッと出てくる部分になるんで、だからそこを落とすことが多くなって、ロスが多くなるんで、だからここを最小限にして、ここもひっつくのを極力ひっついてるかひっついてないかぐらいで終わらせておくっていうところです。ここでこうちょっとチェックしてる感じですね。同じ硬さになってると伸びやすいんで、
まで下げましたので8ミリまで8ミリこれでも落とすとこなるべく少なく、食に10分入れちゃうかな、はい、うん、でうちの長さは 24.5 センチなんですね24.5 センチあるかどうかまずこうないなと思えばここで幅出しですね。作れやすくなるので、はい、1ミリ。これで成形ができる状態になりますね。はい、切るときもこういう感じで一発で落とせるように、はい、層が崩れる。そうですね、引きずらないようになるべく、はい、なるべく引っ張ったりしないようにして、うん、内場ですけど縦に高さが出るようになるべく引っ張ると高さが出なくなっちゃうんで、いいのがやっぱりブールノーゼットシュってあえてバターが溶け出してるところですね、はい、そこが後で焦がしバターの香りになるので、あのフィナンシェのような香りですね、はい、